はい、みなこんにちは、ずーちゃんです。ずんたんです。今日も動画を見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。今日の影片是我跟文道開箱。開箱ドーンドーン。うちのライトです。リビングルームのライトでございます。うちのリビングルームは2つライトがあって、もう1つ目はもう前つけたんですけど、其实我们两个本来第一个灯也是要拍影片，但是因为我们那个时候没有看说明书，自己乱组，然后真的是组的乱七八糟，整个影片超乱。那个影片真的是乱到会觉得发影片真的对不起观众，所以我跟文道想说，好，那期影片不要发了，我们就发这个第二个部分影片。1個目の方ね、めちゃめちゃ綺麗だったんだけど、で、一目惚れしたんだけど、こんなに組み立てるの大変だと思ってなくて、説明書見なかった私たちが悪いんですけど、でもね、この苦労をね、皆さんにも伝えたい。でもね、この小4とても綺麗なんでね、あと皆さんにお見せします。今見せましょうか。こちらでーす。超级可愛的灯。かわいいよね、これ。かわいい、かわいい。このさ、丸な感じが四方八方に行ってるのがすごい可愛くてね、もう一目惚れしました。今ルーちゃんが電気消しましたんで、またつけてみます。つけますよ。お、うわどう。いやー、なんかね、高級感が出るね。こちらの色はちょっとレトロな感じで、電球の方は白に見えるんですけど、実際はちょっと黄色っぽいで可愛いです。那接下来我们来开箱第二个灯给大家看。开箱开箱、楽しみだ。今回はちゃんと説明書読まないと。よっしゃーよっしゃー、開始やん開始やん。お、今回はちゃんとあるよ。すごい、電球めちゃくちゃ入ってるよ。おお、すごい小さい方なんだね、これは。これはルーちゃんがセレクトしたやつなんですよ。なので今回ルーちゃんのセンスが皆さんに見られるの。ねえ、やめて。フフフ、暗い。すごいね、一つ一つ梱包されてるよ。これだけだとね、何これってなっちゃうね。そう。うわー、めっちゃ綺麗。すごい、はっきり映ってるよ。わー、我跟文丹、イエーイ。すごい綺麗。ここ電球入れるね。そうだね。これあとこの長さ調整が難しそうだなとちょっと。ああ、そうだよね。我们两个决定这次一定要好好看说明书。上次拍的那个影片真的是一团乱，我们真的从第一步就做错，做到最后一步，然后后来才发现明明就有说明书，超好笑的。そう、俺がさ、店員さんに聞いたのがさ、地震が起きた時すごい音鳴りませんみたいな。そしたら、あ、長さ変えれば大丈夫ですよって言われたんだよね。あ、確かにその話した。そうそうそう。もう文丹先量一下我们的客厅有多高。ご飯食べるときにここぐらいだったらいいかな。じゃあそれぐらいの長さで大体揃えてつけてみようか。すごいね、かっこいい風じゃん。さすが建築の人間なんだね。我们两个现在看这官网的灯怎么装。我们现在是最原始、完全没有设计的话呢，是这样子，像一大堆玻璃球，大家可以自由调整长度，变成自己想要的样子。那我们两个决定跟官网一样，就用成这样。つけるよ。加油，文丹。大丈夫パーティー。やめて、うるさい。この声。楽しみだね。ねえ、つけるのめっちゃ楽しみ。こいつを逆にこれもうちょっと上の方がいいかも。こうさ、冷えたね、やっぱり奥があるよ。いい感じに出来上がってる。完成啦！完成！電気つけてみよう。長苦労した甲斐があるかな。電気つけてみます。いくぞ。わあ、すごい、めちゃめちゃ高級感。わあ、すごいね。これダイニングテーブルが来るときにもうちょっと上がってもいいかもね。それを見ながら調整しよう。うん、めちゃめちゃ綺麗だね。綺麗だよこれ。見て、後ろの壁に映すの綺麗。本当だ、光がすごい綺麗だ。わあ、綺麗だけど、あそこの電球、ルーちゃん片付けて。ちょっと待って。わあ、綺麗だね。
すごい高級感がある家になった。我跟文丹。イエーイ。イエーイ。完成しましたよ。完成しました。これでエンディング撮ろう。いいね。いやね、今回もちょっとね、順序を間違えてしまったところがあったんですけど。なんか説明書を読んでも間違いますね。まあ、結果的にはね、綺麗に完成しましたんで、最高です。なんか私の顔を映さない。あなた映画泥棒になってるよ。那我们两个现在登来了，其他家具会再慢慢来。例如我们的餐桌、跟椅子、地毯、沙发，全部都还没有来，其他他们都慢慢出现在我们家。我们再拍影片给大家看。あとね、テレビボードも来てないです。あ、そうか。そう。うちテレビ大きくなったから、前の家の倍ぐらい。なので前の家が使ってるテレビボードはすごくちっちゃく見えますね。だって今実際テレビの方がテレビボードより出てるんですよ。そうなんでね、そこはちょっと残念かなと思うんですけど、まあそれもね、随時来る予定なので、皆さんに来たら紹介できるかなと思います。でもね、大変だけどやっぱりこんなに綺麗だと見ると癒されますね。え、なんかね、頑張ってきた甲斐があるなみたいな。でも本当疲れましたね。今から美味しいものを食べに行きたいと思います。寿司だ、寿司食べに行きたい。あとこの後ろの壁大好きです。ここはルーちゃんのこだわりポイントです。この壁によってすごく部屋全体的に広く見えるんですよ。反射するので。最初ね、ちょっとエコカラットっていう玄関とか外壁とかによく使われる材料があるんですけど、それだとね、反射しないんですよ。で、今回のこのタイルはね、めちゃめちゃ反射するんで、部屋も広く見えますし、電気をつけるとね、跳ね返ってね、すごいね、部屋全体が明るく見えて、すごくいいんですよ。2人で奮闘しました。好，那谢谢大家今天也看我们这一支影片之后呢，这些可爱的家具就会慢慢出现在我们的影片里面，今后也请大家多多指教。那我们就下次影片再见，拜拜，拜拜，拜拜。これ、これマジ二人でも厳しいぞ。あとどのくらい？あとちょっと、これきつい。うわー。オッケーオッケーオッケー。あとラスト1個。ラスト1、ラスト1。1つだ。ラスト1個。はい。頑張れ。はい。ルーちゃんにもあと身長が、あと10センチ高ければ。私低いかな。これ。ごめん。きついね。これライトついたらどうなるかな、気になる。うわー。あー、完成だー。完成だー。完成だー。つけるよ。うん。おお。あおしゃれやな。めっちゃ綺麗だよ、ふーちゃん。完成。え、こんな感じじゃない？いいね。わあ。え、しかも光がめっちゃ強くない？意外とね。色。完成。完成でーす。いや、苦労した甲斐があった。めっちゃ疲れたよこれ。めっちゃ疲れたよ。さっきここの寝ましたよ。あの動画撮ってない時。過去一疲れた。君と終わらない歌を歌おう。たとえ夜が明けようとしても。